さあ続いてこちらいただいておりますお願いします。はい、<coughs> お二人は役に合わせた体作りをするイメージがあるのですが、今回の役を演じるにあたりお二人はどのような肉体作りをされたのでしょうか。これ今マイクをお持ちなんで玉木さんから伺いましょうか。そうですね。その役に合わせてとは思っておりますが今回は体をそれで変化させることはなかったので、はい。 特にははなかかかったです、はい、はいですす沢さんいがそうですねあんまりこう体をどうこうって意識的にはやってないんですただなんかこう潜水艦の中なんでね多分水中だろうと思ってずっと泳ぎ続けてましたね半年ぐらいね <laughs> <だ>いやこれね皆さん、はい、笑うんですけど意外と大事なんですよこういう地味な作業が <laughs>、あのー、ずっとお半年ぐらい泳ぎ続けて。 水を知ろうと思ってそこで何か見えたものはあったんですかなんかね泳ぎがうまくなっただけで <laughs> <laughs> それはなりますよあとプールで友達ができたり <laughs> <laughs> ただそういうこうあそこまで、うん、海と共にあろうとする海エだってどういう人なのかなっていうのは最初企画した時から気になってたんでねうんどうしてもそこに近づくことがわからなかったんで。 それでずっと泳いでました、えー。ご自身が潜水されてたってことになりますよね。いや、まあ、そう、これ大事なんですよ。そうですね。はい、ちょっと正直言うと、変かなと思いましたけど、でも。大沢さんらしいなというか、それぐらいまっすぐに、やっぱり。物事を捉えて。やろうとする姿っていうのは。やっぱりすごいなと思いますね。いや、馬鹿にしてないです。<laughs> <laughs> ありがとうございます。貴重なお話でした。はい はいありがとうございいますいかがでしょう、気をつけたところですとか、大変だったところ、大沢さんはそうですね、あのー、ちょっと繰り返し、さっきも言ったんですけど、基本的に潜水艦の中がほとんどで、1ヶ月半なりなんなり、ずっと同じところで、同じ光の中で、同じメンバーでずっとやってるんで、だんだんどこを撮ってるか、何をやってるのかは、やっぱりからなくなる。んで 分かんなくなってくるのを毎回毎回こう原作に戻っていって確認しながらやる1ヶ月半しかも撮影中ほとんど会話がなくずっとこう書面見ていってるだけなんでこれ大丈夫かな作品になった時っていう不安もありながらやってたのはすごく今も覚えてますし1日だけあの玉く君が来てくれて。 あのこう皆さん見てやり取りするところがあるんだけどその日はやっぱりようやくお芝居ができると思ったら本当にその深町のまま登場してねすごく熱い人にこの殴りかからんばかりの勢いで来た時にすごくこう人間ドラマがあきっとこの作品の根底にはあるんだなって感じさせてもらった一人の時はずっと壁見て話してるんで人間ドラマも何もない大丈夫かなっていう感じだったんで。<laughs> それはすごくでも大沢さんの話と内容は重複してしまうかもしれないんですけどやはりその、まあ、完成されたものを見ればあこういうことかっていうのは存分に分かっていただけると思うんですけど撮影は本当にパートごとに撮影をしていて見えないものを想像しながらお芝居しなければいけない難しさ。 もちろんその船、津波の中で乗組員の人たちとのセリフのやり取りはあるんですけどこっちから何かが来ますとか、はい、っていうのをなんとなくその方向性を合わせながらお芝居をするってこの作品以外ではなかなかないと思うので、まあ、そういう難しさをずっと感じながら撮影をしてましたね。はい、よろろしいでですか、はい、いすでも本当にあの,立つ波のところは比較的 熱量があってあで,、ねはい、でもあれ実はあの夏過ぎに撮ってるからめちゃめちゃ暑い時期に撮っててすごく大変な時だってそれはあの結構暑いなと思ってたら自分の大和のブロックは冬でかなり極寒の中でやってて別に演技じゃなくてみんな真っ青な顔になってましたですね。そして大沢さん半袖ですもんね。それなんか僕だけ半袖なんで <laughs> <laughs> あの不気味に見えたんじゃなくて本当に不気味な存在だったのをだけは付け加えさせてもらおう。<laughs> <laughs> 温かくされてはでもね温かくしちゃうとせっかく半年お湯だからその成果を出す瞬間なんで結局そこにやっぱり戻って戻ってやっぱりそこにちゃんと戻ってだから張らないですよじゃあ鍛えてたんですね鍛えてたありがとうございます潜水艦の中ででは何を食べてたんすか田木さん 潜水艦の中ではね実際昼食は潜水艦の外で食べてたんですけど <laughs> えでもあの撮影中にやはりその海軍というとカレーが有名だと思いますしその制作の人たちがすごくあの、ま、気を使ってくださって金曜日毎週金曜日はちゃんとカレーなんですよねご飯がそれはなんかすごく気持ちを作る上でありがたい食事だなと思いながらあの食べさせてもらってました、はい で,そうで,すね、でもまあ基本的に本当に温かいものを作ってくださっておいしくあのみんなであのちょうどまあコロナのこともあったのでなんかみんなでワイワイという感じじゃなかったんですけどみんなテーブルを並べて同じ方向を見ながらまっすぐ食事をするっていうことをししてましたね、はい、そういう時期だったんですね、はいはい、大沢さんは何を召し上がっすそうですねあの潜水艦の中は一応飲食禁止になってまして。 一応食堂みたいなところで食べたんですけどねただ本当に同じようにあのこうちょっとコロナ中で厳しい規制の中でやってたんであのみんな一方向を見て会話もできずにやってたんですけどさらに我々その極寒の中ですからもう過酷な状況ではあったんだけどただそれがあの我々のチーム、えー、大和の乗組員全員のこう緊張感というかあのそういうものが逆に。 生まれたのかなと思って今や本当にその季節とかにも感謝していていろんなものがそのこの作品に応援してくれたなというふうには思いますけどありがとうございますお二人ありがとうございました徐々にセンターに行きますのではいお声がけください 徐々にセンターいきますのではいお願いします大丈夫ですかねはいそれではすいませんオフィシャルカメラのはいあお隣最後いきましょうかはいではオフィシャルで最後スチール取らせてください腕を組む今日はすごいですねカメラマンさんのリクエストが激しいですねはい ではオフィシャルで最後いただきますではそのまま候補ちょっと見づらいんですがムービーのカメラがあのライトが振られているあのあたりにございますのでこちらは手を振るなどはい動きがあると嬉しいですありがとうございますもう少しいただきます